みなさんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はやけどの状態についてお伝えしていこうと思います。7月の十何日くらいに負ったやけどですが、やけどの治療ですね、保険適用になるやけどの治療は終了いたしました。もう一応やけどの状態っていうのは終わって、今はその皮膚がどうしても弱くなってるので、水ぶくれであったりなんかちょっと切れた感じというか、そういうのがあるので、傷の治療に変わりました。で、どれくらい跡が残ったかっていうと、今はこんな状態です。右足のふくらはぎの方は、結構肌色に近い色にはなってはきているんですが、左はまだまだこんな感じで黒い部分が多いです。左右差が結構あるのと、あとやっぱりまだまだ傷ができていますね。で、少しずつまだ皮膚の再生はそのターンオーバーしていけば、やけどの跡っていうのは少しずつ治っていくんですが、でもそのターンオーバーも止まってしまうっていうんですか、どうしても限界があるので、そういうのをこんな風に今は針治療を行って、血管をそこで拡張させたらまた抜いて違うところっていうか、やっぱりこうケロイドが強いところ、その反抗が強くなってるところは硬い、めっちゃ硬い。何回も何回もこう皮膚の再生を促したりっていうのをしてたり、あとはビタミン A が塗り薬としてやけどの後に効果的なんだそうですが、高いんですよね、値段が。もう 100ml だか 200ml くらいしか入ってないのに1万円近くしたりするので、それを使っていくのもなかなかしんどいな、範囲も広いのでね、とかっていうのもあります。なので今後はでももうちょっとまだまだターンオーバーが続いているので、どれくらいやけどの跡が残るかどうかっていうのも取っていけたらなと思います。この黒い部分がね、少しでも減ってくれて、白のこの境目っていうのはどうしても出てきちゃうんですけど、この白い感じがもうちょっと全体的に広がってくれたらいいなっていうふうには思います。で、あともう一つ、やっぱ血流の状況によってというか、お風呂に入って、お風呂から上がるとすごく足がね、真っ赤っかになるんです。でもこれはなんかどうしても多分もう治らないっていうことを言われました。実際2年前くらいに太ももをグラタンの皿でやけどしたことがあるんですけど、そこもこんな感じでお風呂に入るとどうしても赤くなっちゃいます。だからこの赤みっていうのは、取れないんだろうなっていうふうに思います。こんな感じでね、やけどのあとはやっぱり残りましたが、諦めずにできるだけ綺麗に直していけたらなと思いますし、あとはでもそのやけどの跡を気にせずに、気にせずにというか、やけどの跡があっても おしゃれできたりとか、例えばうまく隠せる何かっていうのを、コンシーラーとかなんかそういうのあるんですよね。そのタトゥーを消すやつとか、なんかそういうのも使ってって、傷跡とかね、そういうのに悩んでる人たちにとって何かいい情報を今後も出せていけたらなというふうに思います。なのでまずは約8、9、10、11、12か、5ヶ月間、いや4、5ヶ月間で、やけどは一応完治みたいな感じということで、そういったお知らせでございました。いろいろやけどを負った時に心配してくださった方々とかね、あと仕事をキャンセルしてしまったことがあって本当に申し訳なかったなと思いますけれども、今後も本当に気をつけて、もうやけどを絶対しないように、そのお風呂とかじゃなくてもね、本当に小さなやけどとか
麻痺の人とかアイロンとかで火傷しがちなので、私もそういうのに気をつけて、行動していけたらなというふうに思います。皮膚を強くするとか皮膚の再生を強くするって、やっぱり褥瘡とかにもすごく関係してくるものだと思うので、なんかそういう皮膚を強くする、皮膚のためにいい栄養っていうのも、なんか今後自分で調べてそれも配信していけたらなと思っています。はい、ということで、やけどの状況のお知らせでございました。はい、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。